兵庫県立向子工業高等学校は、兵庫県甘ヶ崎市向子の層にあった、県立の工業高等学校。校訓は、自立協調、創造努力、誠実勤労、健康明瞭である。技能五輪堂メダリストを輩出した高校でもある。設立当初は、甘ヶ崎市、西宮市、伊丹市という地合戦が繰り広げられた。当初、 天ヶ崎工業高校と天ヶ崎産業高校を抱える天ヶ崎に建設されることは不利と見られていた。しかし、開校予定地の地権者がわずか6名と少ないことが決め手となり、仮称、天ヶ崎北工業高校が設立された。後に、消防署より天ヶ崎北高校と混同する恐れがあるとの指摘を受け、向工業高校へ名称変更した。 取得当時の敷地は広大で、現在の天ヶ崎市営児友団地から、阪神バス向この総総合高校前付近までが、敷地であった。この広大な敷地を持て余した天ヶ崎市は、山陽新幹線はともかく市営団地や、警察官宿舎、公務員宿舎を建設した。当時の向こうは溶接家を別家として抱えて、発足したが昭和40年代前半に本家として、 統合。ここに、全国でも37かしかない設備工業化、2つしかない溶接化、1つしかない原動機械化を抱えた、特色ある工業高校が誕生した。だが、学生紛争の影響と、首都不明金問題による、全校集会の最中に、当時の校長が倒れる事態が原因となり、後輩の一途をたどる。平成に入り、 通産省研究指定校や資格取得奨励くくり募集と推薦募集でかなりの改善を示すが、兵庫県の学校等配合により隣接していた、兵庫県立向子の総高校との等配合への道を選ぶ。ちなみに末期の状況は全国的に見ても先進的な取り組みを行っていた。平成12年度では当時の機械科2年生全員が、 ジュニアインターンシップを実施。引き続いて、平成13年度では学科を横断して希望者によるジュニアインターンシップを実施した。また、平成12年度には和高度の小受賞者を輩出した。このように、取り組みの成果は一部出ていた。ありがとうございます。